さあ始まりました、エルラボ。こんばんは。始まりました。どうも、教授です。研究員です。ジョッシュです。今日なんか疲れてますね、やっぱり、ね、ですね。なんか今日は皆さん疲れてますね、はい、あのマジで疲れてます俺。うん、マスク、何があったんですか。あ、いや普通に仕事やばい、もうやっぱり疲れてんな。そう、やばいやばい。いつもだったらね、こう反射で返せるんですけどね、ないような。今はもう本当にもう研究みたいになってましたね。意外に黙ってちょっと時間だって普通のことを返すっていう研究員の悪いやつ、このところが出てますね。例え出さないでください。いやいや、ということでですね、いつもはね、はい、事前にネタを考えるんですけど、はい、今日はちょっとないっていう感じでですね、行きたいんですけど、でも俺一個思いついたんですよ。ほうほう、なんすか。エロラも1年間やって、まあまあまあネタやったなとか思ったんですけど、はい、なんか人妻ってやってなくないですか。あ、そうですね、やってないです ね、 ね、人妻、うん、どう、今日は実はね、夢を語ろうかなと思ったんですけど、言ってて恥ずかしくないですか。いや全然ですよ全然ですよ。童貞を教会で捨てたことが聖なることって言ってる方が恥ずかしいですよ俺。いやいや、ロマンチストじゃないですかいや、夢ね、エロラボで叶えたい夢がまだまだ叶ってないんじゃないかっていう、うん、まあいろんな風俗嬢とかの話を聞けたっていうのは叶ってるんですけどね。ほう、やっぱり欲の器っていうのは広がるもので、うん、確かにそうですね、まだまだありますよね。さあ、どうということで、もう行こうかなと思ったんですけど、はい、人妻っていうのも話できんじゃないかと思って、うん、ほうほうほう、なかなか、うん、どうしますか。いいですよ、どっちにします。いいですよ、やりますか。どっちにします。いや、夢広がるかなと思ってすごい心配になったんですよあのオーナーも夢何言ってんのみたいな感じの空気で、俺もちょっと どこにエロとつながるんですか。ちょっとハッとしちゃって、いや、なんかなんつーの、研究員がまた言うんでしょAV 女優が来てくれたら本望ですよって話して、うん、まあそこで話終わるじゃないですか、うん、もうプスッと、うん、俺なんすか、僕が滑ったみたいないやいや、あなたは滑ってないですよ、ただずっと起き上がれないだけで試しがないってそう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 、なんかある夢。夢、うん、エロラボでの夢ですよねそうさっきぐったりして全くないって言ってたもんね、うん、なんかありますか。ないです。ないほら嘘でも言いなさい。いや、今の会社は正解ですよ。ありがとうございます。いや、じゃ あ、 はい、来週ネタがなかったら夢やりましょうか。そうですね。あー、オーナーもじゃあ夢考えてもらっていいですか。あ、僕もですか、うん、はい、オーナーは、ね、普通に自分の夢をだって何言ってんのって俺が突っ込むっていうあれにしましょうかね。じゃあ来週夢っていうことで、今週じゃあ人妻どうですか。はい、うん、はい、喜んで、はい、喜んで、あれらしいですよ、世界で一番無駄な時間は人の嫁と喋ってる時が一番無駄らしい、うん、男性は確かにね、そう、人のものですからね。そう、人の嫁と何か二人でご飯食べてるとかっていう時間ほど無駄な時間はないらしいですよ、うん、考え方によってはそうですよね。そうですね、うん、おそらくこっから何もないじゃないですか、うんうんうん、こっから何もない上に相当リスクが高いっすよね。高いですね。裁判起こされたら本当200万ぐらい取られるらしいから、まあ、一応は犯罪のうちの一つに入りますからね。お、マジっすか。入りますよ、不貞行為。不貞行為はマジか。そうか、やることやったらってことですよね。あれも線引きがあるらしくて、うん、キスとかまでは OK らしいんですよ。お、要はその、まあ、肉体関係、うん、パッコンパッコンやったらアウトらしい。あ、インサートはアウトってことですね、うん、だけど、そういったキスとか肉体関係、うん、あ、パッコンパッコンなくても、うん、明らかに長い時間、その長い期間、うん、そのキスしたりとか同じ時間を共有すると、それはまた不貞行為に入るらしいんです。先っぽだけは、先っぽだけは多分ね大丈夫だって。嘘つけや、ダメでしょ嘘つけ、マスク取れ、もまだ入れてないマスク取れ俺先っぽだけって言ったことある
行ったことないよね。あ、え、言わ、逆とかでは行ったりします。ああ、そういうことか。ああ、うん、リアルじゃないよね。先っぽだけ入れていいって。俺でも行ってみたいよね。行ってみたいっす、ね。もうほんと先っぽだけよって言われてみたいよね。ああ。でも絶対無理っすよね。いや、無理でしょ。仮ぐらいまでだっていけるんじゃないですか。いやー、え、ってこと、仮だけでずっと、そう、仮だけでこいやいや、無理でしょ。無理でしょ。小さいピストン、ね、いやいや、もう絶対無理。絶対無理。自然に動いてんじゃない。あ、そう、だから仮の部分だけ動かすんです。いやいや、無理でしょ。これやったことあるな。こう、滑らかに喋れるって言ってる時は、ちゃんと準備ができてる時だから、あは。研究員やったことあるんですよ、絶対。風俗とかではなんかやってそうじゃないですか。なんか入れたらダメじゃないですか、ほぼ。ああ、ほぼ。そういうことか。スマタやりつつちょっとフィって。あ、やばい。いや、ちょっと待って。確かに世の男性は風俗では行ってそうですね。ちょっとだけピッて入れて、あ、ごめん間違ったみたいな。ちょっとだけでいい。あ、あるのか。あ、そんなあるのよ。なんか。もう分からへんさ。さあ、風俗じゃなくて、去年では風俗でしたいや、もう脱線取りようですね、ほんとね。じゃあ、人妻。いや、なんで人妻ちょっと思いついたかっていうと、うん、まあ、オーナーの前、まあ、夢って言った瞬間、はぁっていう顔がきっかけっていうのさっき言いましたけど、それが頭がぐるぐる回転して、しね、実はですね、先週、はい、先々週、あれがあったんですよ。コンパが。ああ、言ってましたね、南城市ギャルと。あ、うん、はあ、そうだ、連絡ありましたよ、行ってくるって、うん、なんか自慢げに。マジですか。はい、ありましたっけ、教授から。、うん、ああ、ありましたっけ。そうそうそう、うん、でですね、32歳の南城市の子たちが1、2、3、4、5いてですね、ほう、5人中4人可愛いっていう、まさかの、わお、まさかの奇跡が起きるわけですよ。いいじゃないですか。32歳って俺の年からしたら一番いいぐらいなんですよね。うーん、今度じゃあゲストに呼んでください。いや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 、またすぐ連絡先聞いてから会おうとするから。研究員が、こら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 。何をおっしゃいます。もう研究員すぐ会おうとするからね、本当にもう。あ、これ後で注意しないといけないですね。あの、ゲストはみんなの宝物ですからね。うん、はい、さあ、じゃなくて、32歳、うん、そうで、ちょっとね、エロラボにも行けそうな、はい、ちょっとエロい感じのお姉さんたちだったんですけど、全員一つもあるんですよ。へえ、12345、で、コンパ来てたんですか。今コンパっていう感じっていうよりまあ普通飲み会だったんですけど、うん、まあ飲み会っていうあれでもないんですけど。いいな、羨ましいじゃないですか。なんかあと、なんかちょっとなんつうんだろうな、人妻と同じ時間を過ごすほど無駄なことはないっていうのも俺賛成派なんですよ、うん、マジで賛成派なんですけど、なんかやっぱエロい感じはしますよね。うん、何なんだろうね、あれって。人妻って響きなのか、メロディーラインなのか。人妻っていうこの。ああ、ありますね。子連れとかはどうですか。子連れないです。子連れない。まあ、戻ってもらっていいですか。今日ハロウィンじゃないですか。だから、うん、お店の前とかで、うん、子供たちを連れた、よくいや、お前ロリコンだから子連れの子の方でしょ。こう連れてる人じゃなくて、こうの方でしょ。幼稚園とかですよ、保育園とか。もう本当に年下好きなんで。奥さんとかがその綺麗に見えたんですよ、可愛くね。ああ、なんかそれではいいなって、ちょっと肌から見てて、なるほどね。なんかね、話戻っていい？はい。なんかどうすか、どうすかって人妻のこと言ってもわからないと思うけど、なんかエロくないですか、人妻って。まあ、そうっすね、色気はありますね。見ない限りこの人結婚してるなってやっぱ分からない。子供いるなとか、人妻だなっていう雰囲気ってやっぱ聞かないと分からないですか。やっぱ違いはあるんですか、見た目で。落ち着いてるんじゃないですか、そして艶っぽいみたいな。ほう、なんかほらギャップ理論みたいな感じじゃないですか。こう恋愛に、はい、だけどなんかすごい若くておしゃれだ人だけど、うん、あ、実はちゃんと家もあるんだっていう、このギャップがなんかよく
いい女感が出るんですよね、俺の中で。ほう。だちゃんとおしゃれにも気、うん、おしゃれに気使ってダメですよ。気使ってないとダメ。ダメダメ。うーん。ダメだけど、それを見せないけど、こう、話したら家の話するみたいな感じ、うんうん、いいなと思って、こう盛り上がってくるじゃないですか。はい、だけど人のもんやしってなるんだよ。最終的には。脳みそが。無駄な会話です。あ、いや、人のもんやし心の中で俺の何つうんだろうな。何かがこう、こうすんだよね。うん、シュプリキコールみたいな。でも買い物してる人妻とか良くないですか？スーパーとかで、ちょっとなスウェットとかつけた、ちょっとやさぐれた感じが出てると、うん、なんかね。あなたはそこにギャップを感じるわけね。ギャップ感じる。そのネガティブな方にね。帰った後、このなんてエッチするのってなんかすごいリアルな感じじゃないですか。そういう日なんていうんですか、日常が感じられると、生活が感じられるとなんかあエロいなって出ましたね。変態性あれでしょ、旦那とのセックスを今考えてるでしょ。そうそうそう。もう本当やっぱ変態やすさ。いや俺やっぱ初級なんで、主人公主が俺なんですよ、はあ、主観俺なんですよね。うーん、客観多いっすよね。そうですね。やっぱりエロビー全部客観なんでね。やっぱ基本客観なんですよね。あ、そっちなのかな。俺は主観なんでね。そうか、やっぱそれの反動だろうね。もう何しても、ね、だんだんと誰かがとこうけだりセックスをする感じとかがいいんでしょ。そうそうっす。うーん、いいね。今の早々の言い方もめっちゃ変態っぽかった。いやー、でも俺はちょっと違うギャップだけど、なんか、うん、ちょっと綺麗そうな女の人が、はい、時間なくて結構、まあ、結構なノーメイクだから、うん、ノーメイクで歩きたくないっつってサングラスをかけてる感じとか好きなんですよ。でかいメガネとか嫌いそうですけどね。嫌いだけど。ダメっすね。俺も嫌い。嫌いだけど、なんかいいんだよね。うーん、主婦感が出ると。ほう、いや、まだとりあえずもうコンパなしなんて、もうこうもう主婦なんですよね。どういう話するんですか、そういう主婦な人たちとコンパ。いやいや、これがまたですね、ちょっと教授のプライベート教授、はい、教授のことを仮にプライベート教授と申しますと。知らねえよ。いや、本名は明かせないので、ね、じゃあ何にしよう、玉木君にしましょうかね。どうしますと、ちょっとこう可愛い子とかいい感じの子いると、はい、まあちょっともう本当に微妙に分かりにくいぐらい格好つけるんですよ。ちょっと優しくしたりとか。わかります？見たことねえ。そうそう。ね、あの人は気づかないレベルなんですけど、基本俺が喋りたいっていうのは多分変わらないんですけど、はい、まあちょっと気にかけたりとかするんですよ。へ、どうにかイチャイチャしようかなみたいな、うん、感じになるんですけど、人妻の場合ってもう人のもんだから、うん、もうエロラボと同じくらい下ネタ言いまくって、はい、これでそしたら意外とこうなんかハマってしまって、うん、2,3 人連絡先聞きました。おお、マジか、はあ、すごい。でもなんかあとね、人妻の余裕なのかすごい上手いんすよね、なんか。おお、いや、なんか一人可愛い子がいて、ドレゼちゃん可愛いねって言って、こう照れてる感じとかやって、うん、こうもう一人の子が結局ホニャララさんあの子が好きなんでしょみたいな、なんか面白い感じになってきて、うーん、楽しくない、いや楽しかったんですよ、マジで。どうしたんですか、全然伝わらないんですけど。いや、まあ、例えば近くにコンビニがなくて、教授なんかいや普通にちょっと今たまったにちょっと疲れてるっつうのエロの要素なくて単にあんた楽しかった話じゃないですか。めっちゃプライベート教授、プライベート教授出てたの今。あ、やだ、ね、エロないなあ、じゃあ、今日もプライベート教授で、今日プライベートでいいですか。やばい、エロくないか。やばい、うん、急にちっちゃく見えます、なんか。やばい。あ、誇張だから。そうですね、ちょっと CM でブレイクしましょうか。あ、プライベート教授。はい、あ、やばい、ちょっと水買ってくるわ。
いや、はい、戻ってきました。水買ってきました。プライベートから帰ってきましたか。あ、そうそうそう、今もうプライベート先生、オフィシャル教授で、プライベート教授で。いや、まあ、とりあえず、まあ、続きはあるんですけど、うん、まあ、なんか、要は、下ネタ何言っても大丈夫だったんですよ。うん。まあまあ、まあまあ、俺の、ちょっと辺の子が硬くなっちゃってんですけどどうしますみたいなこと言っても大丈夫だったんですよ。どういう意味なんですか。いや、チンコのことを辺の子って言うんですよ。ちょっと問題になりそうなんですけど、うん、ちょっとキノコをもじって辺の子にしてそれでずっと遊んでたんですよ、ね、それが意外となかなかハマったらしくて、なんかこう下ネタが苦手な清楚な女の子がいて、それがなんか突っ込まれつつ、なかなかお、いいね、このエロい感じみたいな感じになって、でそのすごいやんちゃな女の子と、はい、でこの下ネタ苦手な女の子と2人で、うん、あ、3人でコンビニに買い物行ったんですよ、うん、よかったっす。なんかね、やっぱ何ていうんですか、このエロラボでこの特に何ていうか研究員の何ていうんですかね、これ闇の部分に当てられて、ああいうなんか爽やかな感じよかったっす。コンパの詳細ですね。そうだ、そうだ、よかったっすね。おしりさんって怒られないんですよ。あ、いいじゃないですか。いや、3人で手つないで、はあ、ちょっとなんかよくわからん感じで歩かないって言って、はあ、タクシーとか見るじゃないですか、はあ、あいつ女2人連れて何してんの、ごっこしようぜってさ、乗ってくれるんですよ。へえ。それでこう浦添の、はあ、あのまあまあなんて人通りが多いところとかを、うん、はあ、デューボールの中とか俺入るわけですよ、はい、うんうん、女の子がずっと手を組んだまま、いや、すごいですね、これめっちゃエロくないですか。あ、いいですね、羨ましいな、すごい。でもまあ戻った後に人のもんですよねっていう、うん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 、結果、いやいやいや、それぐらいが味が出ていいんじゃないですか。だからあれと同じっすよ、なんかおっぱいだけ触れるあの風俗と一緒ですよ、ほぼほぼ。考え方出た結果やれないよねみたいな。俺この先行っても俺の辺の子がああなっててもやれないよねみたいな。いやー、でも連絡先聞いたんだったら分かんないじゃないですか。いやー、でも、うん、でもなんかですね、こう LINE3 人ぐらい聞くじゃないですか、はい、で1人はまあなんかハマらんかったんで、うん、LINE 交代しただけですけど、2人はちょっとこういろいろやってるんですよ、うん、やり取りを、うん、まあ普通のことですよ、やってるけど、なんで俺が普通のことしか 送れないか、モチベーションがすげえ下がってるか分かります？ん、こうやって腕、ちょっと腕組もうぜって組んでくれるじゃないですか、うん、でちょっとこうお尻パンとかやったら、うん、なんかまあなんか流れでね、ギャグでね、うん、やったら、うん、みたいな顔、うん、旦那にも最近触られてないのみたいな返しをできることしちゃったんですよ、うん、はいはい、俺まあまあ面白いじゃないですか、うん、で俺なんかこうやれんじゃねとかなんか思うじゃないですか、酒とか飲んでるから、うん、でまあ後日酒も下がってけど一応なんかモヤモヤして LINE 送るんですけど、はい、なんかそれを下げる理由が、うん、アイコンが子供の顔、子供のアイコンなんですよね、あ、先方の。これめっちゃテンション下がるよ、世の中の奥さん、あれやめた方がいい。なるほど。ほうほうほう、おそらくその本当にこうなんつうのエロい感じのあれには触れてないんですよね、おそらくこの、うんうん、南城市の美人奥さんたちは、うんうん、昔はキャッキャ言われたはずなのに、うん、もう人の嫁になって、だからこう女性ホルモンがかなり出てたはずなんですよ、うん、だけどあのアイコンはダメですよ。子供同士が可愛くこうやってる感じでエロいこと送れないですよね、アイコンがあるんだったら。それも含めて楽しめばいいんじゃないですか。今ね、そういう言い方をするって分かってたけど、そこまで俺変態じゃないから。お前それでハーハーするんでしょ。そうです、このバックボーンを、バックボーンを想像してね。あのラジオを聞きの皆さん、研究員とは絶対結婚しないように。あなたの子供危ないですよ。子供が？あなたの子供も危ないですよ。楽しそうじゃないですか、でもその方が。でもそれってやっぱり、その人、そういうのでなえるってことは、人妻っていうよりかは一人の女性として、人妻ではなくて女性として、今なんなら今そういう
女性としてみたいな感じで自分はちょっと今高めようとしたの、この言い回しで。いやいや今落ち込んだお前のなんつうの違いますよ、人気をこれ以上上がらないんで大丈夫ですよさすがさすがド M D さんいやだから一人の女性としてってあるんですけど、まあ横島な気持ちはあるじゃないですか、うん、なんか子供のあれが出るともう俺の中でお母さんってカテゴライズされちゃうんですよね。うん、お母さんっていうフォルダーに入れてもうタンスに入れられちゃうんですよ。うん、いやでもそうしてくださいよ。うん、いやもちろんそうだったから結果はそうなるんですけど、うん、でも、うん、そうなってくるとですね、まあメール LINE とか来たらまあ解説するんですけど、うん、これか人の嫁と過ごしてる時間ほど無駄なことはねえいやあいいんじゃない、人参しりしりでみたいな、今日ご飯どうしようかなみたいな、うん、おいいんじゃないですか人参しりしりで、人参嫌いなんだよねみたいな、そんな会話メッセージしてるんですか。いやなんか一人はね、うーんこれいらんくねみたいな、うん、平和ですねいらんくね人参しりしり食いだから俺が人参しりしりだったから、いらんくねみたいな。いや彼女だったらいいよこれが。ああ、つつまや、つつまやかし、つつまやかし。うわあこれかと思って。でもお前またこれでも興奮してるでしょ。いやそこでは来ないっすね。ああ。セックスね、お前あれだな、セックスができればいいもんな。ストレートすぎますよ。もうちょっとオブラートに包んでください。あれね、あれ抜き差しが。抜き差しがいやーもうちょっとね、どうなんだろう。うん、どうすか人妻としては人妻、はい、これ待って、はい、いや普通にしてくださいよっていうツッコミもエロラボ らしからのツッコミだよね。私ですか、あ、そうですね。いやそれは何回行くべきでしょうめっちゃ戻ったけど、いや普通にしてくださいって言ってめっちゃタイムラグがありましたねいや俺もなんかっあーあと助手見た時にはいこいつみたいなプライベート助手なんて言ってたよ。そうでしたね、うん、オフィシャルだからビジネスだから。そうですね、ビジネス助手なのね。なんでやんなかったんだよって言うべきでした。そうそう、うん、間違った。いいじゃんいいじゃん、そう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 、なんでグイグイ行かないのってね。そうだよ、そうだよ、今日ダメですよ俺。そうですよね、あなたはもうビジネスもプライベートも一緒だからね変態っつうの安定感あるよね、安定感があるあなたには。あ、褒め言葉として受けます。それ褒めてるよマジで。もう凪だよ凪、凪嬉しくないな、なんか波ってよくない、なんか嫌じゃないですか。お波がない、お波が全くない上がりも下がりもしないじゃないですか。しないですよ。いやそういうことでもね、うん、なんかまあそのプライベート教授もまあまあいい年なんで、うん、そしたらこうやっぱりそうなってきますよね、うん、まあまあまあの年下、32ってまあまあの年下なんですけど、うん、まあでも32ってまあ沖縄って結婚してますよね大体ね。うん、私の周りも多いですね結婚してる人。いやでもリスク高いっすよね本当に。うん、人妻っていや人のもんだったら俺そいつ知らんしっていうところもちょっとあったりするじゃないですか。うん、俺ねその彼氏のことを知らなければね、うん、ちょっとそれはそれでまた誘われたら、誘われたら、うん、ああ、もうやばい、ラジオショー、今日調子悪いっすね。ラジオショー今日調子悪いっすね。そうだね、ラジオショー。やっぱ研究員が2人いたらこんなに番組で崩壊するんだだんまりが2人いたらこんなに崩壊するんだ、うん、沈黙が続きます、ね、うん、いやでもちょっと待ってよこれマジでど、うん、どうしよっかな。いや教授、ビジネス教授、エロラバの教授としても不倫はいけないんじゃないか。嘘。やっちゃいなよ。やっちゃいなよ。その大根役者。大根役者二人いるわ。このスタジオに。いやでもね、やるかも。そう。グイグイ来たら。うん。絶対やるんだって。男だもん。うん、やったこともあるしね。だけどなんか、もう怖くて連絡取れんよね。うん、次もまたっていうの俺あんまもともと少ないけどもうそういうのも嫌だよね。うーん、いやなんかもう怖くない。まあ確かにほとんどの生活が旦那と一緒なわけじゃない、うん、うんうんうん、いや怖かったわ。
と二人で、あ、三人でこう楽しいデート、3P 感覚で買い物行って帰ってきたら、はい、一人のその人妻の人がめっちゃ泥酔してて、はい、ずっと隣にいた男の人に旦那の文句を言ってたっていう、もう地獄絵図が、もう地獄絵図でしょ、それ。マジで。もう地獄の空間じゃない。うん、あなたそんなのに捕まりやすいタイプですよね。僕はもう懐深く、うん、器広く何でも受け止めますよ。うん、あれどうしたんですか。ほらでしょ、俺がこうギャン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 騒いで突っ込むからお前が救われてるって分かったでしょ今。あ、今僕は滑ったと。当たり前じゃないですか。いつもお前が滑ったらと布巾で拭いてるの俺ですよ。いやいやいや、もう教授が求めてることを滑りながらもおもらしするから、おもらし。いやもう今日はね、うん、不倫ちょっとやっぱどうすか、不倫はどうすか。もう本当に、いや、プライベート助手でいいですよ。どうでしょう、ダメだとは思います。不倫してる友達いる？います、います。これ、それって、あれ、成立してる？成立してるみたいですよ。家庭内も。そう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 。家庭内も、全然、もちろん旦那さんともやってて。ああ。なるほどね。やっぱり、やってるんだけど、体の、やっぱ相性がいい二人の男性がいるみたいで。うん。それは。もう旦那にはバレないように、バレないようにやってるみたいですけどね。すごいですよね。でもまあ不倫して女の人、まあ一応バレないようにしてほしいですよね。なかったことにできますからね、女の人って。あれってなんか脳みそができそうになってんだよね。そう、嘘も嘘ついてたそれ本当のことって脳みその中で思えるらしいよ。うん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 。女性はずるいんですよ。だからよ、お、うん、だからやっぱ男性に行ったんですか先週。極太たちのおい広げろ。いやいや、でも本当大変でしょ先週ね、うん、あの人たちに会って僕翌日39度まで熱上がってました。点滴打ってましたね。2日間続きましたもん。それお点滴打ったのか違うの打たれたのか。俺はねえ、もう打たれて多分精液も奪われたんじゃないですか。ちょっとやってもいいかなと思ったでしょ。あ、ぶっちゃけぶっちゃけ、確かにね、あのね、うん、ラムちゃんの方はね、確かに、ね、ラムちゃんってあ、こっちの方、妹さんじゃないですか。あ、お姉さんだ。お姉さんと妹さんだったら僕、どんぶりでも大丈夫っす。いきますか。はい、やばいっすね。ああいう時って何どんぶりっていうんですか。姉妹どんぶりでもないっす。何ですかそれ。よく親子どんぶりとか。あ、親子丼ってあるね。ああ、まあ一応親子丼なんじゃない。まあでも3人とも差をついてるんですよね。いやー、そうっすね、うん、あっちは例えば研究員が結婚してたら、うん、その子たちと浮気したら不倫になるのかな。どうなん、あと同棲も、うん、同棲とやるのも不倫には入らないそうです、うん、入らない、同意には入らないそうです。じゃあ本当なんだ。ならないんだ。あ、うん、すごい、いろいろ調べてますね、うん、もちろん研究してますよ。不倫やってますね。不倫絶対してますよ、うん、ちょっと皆さんちゃんと調べてください、ね。すごいね。さすがプライベートと技術の差がない。エロスにね、本当に波がない。いや、俺たちも波があるから、波があるからもうちょっと頑張らなきゃいけないですけど、やっぱ高いレベルで波がないからね、本当にシーンってなってますから。いやー、でも、あ、俺あの写真の、まあ、仲いい友達見せたんですよ。うんうん、はって言ってたよ。え、女じゃないのみたいな。あの顔だけにしたの。うん。綺麗でした。ラムちゃん、ランちゃんは綺麗だったね。うん、綺麗でした。あとは、なんだっけ名前、あやちゃんと、あやちゃん、まーちゃん、うん、今、わって言ってましたよね。あとラムちゃんとランちゃんはわって言ってました。わ、わ、綺麗でしたよね。嫁とも、あ、ちょちょ、嫁、嫁、そんなことないですよ。まーちゃんに結構言い寄られてましたね。まあ、じゃあ、ああ、嬉しい限りですよ。本当ですか。なんか体曲がってましたよ。反対の方に。写真見たら。今度見てください。体が曲がってましたよ。いやいや、でもやっぱり、触られるとやっぱりね。すごい触られてましたね。やっぱりなんか感じるもんがありますよ。ああ、男ではないよね。男、
触った感じのあれは見た目は男でもやっぱり違うよね。そうですね、うん、女の人に触られる感触はするような、うん、寄り方で言ったら、うん、皆さんしかも華奢でしたよね。華奢だったでしたね。写真ともこんなに、うん、すげえ面白かった。めっちゃあの4人、特に3、特にまーちゃんがめっちゃ喋ってたね。うん、やばいやばいよ。飲んでみたい。飲んでみたいね。飲んだら確実も、うん、持ち帰りされるんですよ。もうそっと帰りましょう私たちは、うん、でも俺おそらくっすけど研究員マジでやりますよ。やっぱもうエロに対するこの探求心、愚道者、愚道者、道を求めるものって書いて愚道者って言うんですけど、あれこう求めてますよね。このとりあえず知らないエロは知っとこうみたいな、やっぱ本当に研究員っていうなんかふさわしいっすよマジで、うん、あーでもやっぱり生前食わぬは敵じゃないですか。そうなんですか。そうなんですか。生前食わぬは恥ですね。そうですね。生前食わぬは敵ってどういうことですか。いやいやいや、もう言ってやみたものいいですね、今日も滑ってますね。安定感ありますね。さあ、じゃあ不倫どうですか。ああどうでしょうね、うん、ただやってる人は本当多いに、いや多いよね、と思います。うん、いやどうすか。あと男性に関して言ったらあれじゃないですか、うん、そのお店とかもあるわけじゃないですか。あ、まあそだったらそこは不倫とかに入らないのかって話になってくるわけじゃないですか。 どうなんですかそれは。はい、えそれもそれは入んないでしょうね。そうですね。浮気ってならないですよね、そこら辺だと。もうそれ言ったら全員やってもやってない人なんていないっすよ。どうすか風俗行ったら怒る。怒らないと思います。大丈夫大丈夫。ああ風俗、うん、そうですね。なんかでも人のお金で行くんだったらいいかなって思いますけど。あそこおさすが、そこか、さすが主婦目線。いやなんていうの、その昨日チンポ入れたチンポで私に触らないでみたいな、そういう生理的なもんないの。あーいやでも分かんないですけど、いや昨日風俗行ってきたからみたいな感じで言われると、うん、それはそれで引きますけどね。そうだよな、バレたとかだったら、うん、なんかまあまあ、あの時とか思うと、あけどそんな俺風俗行ってきたからもうやろうかみたいな感じの風俗行ってきたからやろうかじゃない。今終えるだろみたいな、試しちゃうぜみたいな、やるっていう神経っていうか。あそうだね、それは、うん、そういうところあるかもね、うん、どうですか不倫。どうですか不倫。不倫どうすか、友達周りやってます。あいますよ。でもいますか。 今この年になってまだあのなんつうんですか、結構もうLINE とかガーってみんながいる前でもずっとやってるような感じで。おお、女に。女にもう見てたらなんかでもなんかうわって思いますけどね。ああ気持ち悪いって思う。やるんだったらもう正々堂々もうパパッといなくなってやればいいのにって。どういうこと、そのいる場にってこと。ん、ああみんなの前でなんかこうあれやってるのがなんか気持ち悪いじゃないですか。どういうことですか。まめに連絡してるみたいな、その相手にね。あずっとスマホばっか触ってみたいなのが。あみんなと飲んでるのに。そうそうそう。あ、うん、そう、まあなんかそういうことっすよね。これ完全に今プライベートっす。そうっす。今日なんかあれおかしいな、これおかしいな、うん、この今日エロラボ目隠してなんか手挙げたら、うん、今不倫してますって言って2人ぐらい挙げそうな盛り上がらなそうだよ。目隠しして誰オーナーも入れてはい出ましたって数字出たら3人で4人中3人とか挙がってそうだけど俺なんだろうな、うん、これ誰かなんかやってますね、なんかやってますね、これなんかやってますね、絶対不倫やってるやつさ。男性が人妻じゃなくてない？男性が奥さんいる。男性が奥さんいる。人とかと飲んでてもやっぱ魅力は感じますよね。この。ああ。女性ってあれじゃない？こいつかもしれない。じゃあ三人の人じゃなくて決定が。あのまあ
こうなんですよ、安心感と安心感の方が大きいかな。この人だったら何 してもなんかなんだろう、こういやらしくならないだろうっていう安心感はありますけどね。どういうこと？チンコ入れてもいやらしくない。全然いやらしくない。マグロじゃん。おっぱい吸い方がいやらしくないってならんだろ。違う。ただの下手やし。違う。なあ。どういう話ですかそれ。いや、わかるけど。まあ、わかるよ。要は、俺がだから下ネタ言ってるみたいな感じ。その、このコンパで奥さんたち、うんうんうん、もうこれもうだから要は人のもんだっつってもう関係なくバコバコ下ネタ言ってる感じで楽しみに出るっていう感じだよね。女性ってでもあるじゃないですか、若い頃って結構僕らみたいなおっさんの人に不倫とかしてる人って多くなかったですか、20代とか10代後半の女性とかって。うん、どこがいいんだよ。不倫したことあります？ないですよ。もうとんでもないですよ。即答で答えますよ。年上のなんか女性とか。いやだってこいつロリコンじゃん。あ、そっか。おい。もう10最低でも10下ぐらいからじゃないと受け付けられないもんな。不倫じゃないからもうそれ。いやでも10下でももう結婚してる年多くなってくるよね。うん、そうですね。22、3、4、5。あと人妻ってなんか響きはやらしいんですけど、うん、実際に人妻ってそんなに家庭でセックスしてるわけじゃないじゃないですか、そんなにスケベではないんじゃないですか実は、うん、あ人によるんじゃない。ただ俺の同級生のやつは不倫とか全然してないけど、うん、めっちゃ旦那とセックスしてるんですよ。元気ですね。元気だよね。いい。19ぐらいで結婚して、もう20年ぐらい毎、結構な数やってるんですよ。よっぽど体が合うんじゃないですか。だろうね。うまいって言ってたよ。女の方が。私技術めっちゃあるからって言ってた。一人の方をめっちゃ本当に研究したら、もうすごいことになるんじゃない？うんうんうん。昔なんか中国の憲法の話で政権付きばっかり教えてた先生がいて、はい、そしたら10年後この政権で達人になってたっていうすごいいい話があるんですよ。俺それを聞いた時にあこれセックスと一緒やつさと思って。どういうことですか。だからあちこちバンバンやってる人よりも多分一人と長くね追求してた方が結局違うやつやってもうまいんじゃないかっていう論ですわ。それってでもその人にしか響かないんじゃないですか、そのテクニックは。いやー、なるほど、うん、どうなんですかね。染まると思いますよ。みんなそのポイントポイントが違うじゃないですか、うん、いやだからどっかここら辺にあるんだよねっていうのをこう探す能力があるんじゃない。あれ嫁とは違うぞ、じゃあ右に行ってみようみたいな感じじゃない。ほお前の振り合いはどうなんですか。僕の不倫相手は旦那とやってますか。誰のことですか。危なく言うところです。危ない。なんかノリツッコミめっちゃ下手だね。誰のことですか。あ、なんかよかった今、よかった今、新鮮だった、今面白かった、ちょっと波が立った。恥ずかしいから真似しないでください。誰のことですか。今このまま真似してたんです。今ちょっと黙って。いやー、どうなんすかね。マジ皆さん犯罪ですよ本当に、うん、俺の友達マジで裁判なりましたからね。結局どうなったんですか。じゃあ取られちゃったんですか。取られましょう。いや、払いました。払ってますよ。ほう。いや、200万ぐらいと別れて養育費だから、うん、だから一発400万ぐらいになってるんじゃないですか。高級ですね。高級ですよ。セックスって400万の価値もないですよ。もう今日は俺いいや、プライベート境地で。不倫はやっぱダメですよ絶対。やっぱ飽きませんね。うん、はい、だって一発400万セックスなんかないでしょ。 AV 女優とイギリスっても400万払わんでしょ。払わないっすよ。だって AV 女優が働いてる風俗でも高くて15万とか。高っ。そうっす。結構いい人とかだとそんな払う。払わない。いや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 。だったらオナニー自分っすよ。
あれいくらですか。あれはですね、原価的には0円です。原価は0円ですけど、うん、体力がね、うん、僕の時間時給で換算すると、うん、結構なでも時間です。あ、そうなんですか。あ、使ってまたオナニーも長そうですもんね。あ、どうぞ。そうですね、ずるずるですね。ずるずるですか。ずるずるです。平均は一応何時間なんですか、男性の。何がですか。一人エッチする時間の平均は20分とかじゃん。15分とかじゃん。ええ、あ、まあ確かにそれぐらいで、まあ十分っちゃ十分ですけど、そのね、20分は俺は長いできない。我慢できないってことですか。いや、我慢できないっていうか、もう20分もやってたらもうやらないよね、多分。飽きくるっていうか。いや、またや、なんかね、俺頭おかしいかもしれないけど、エロビー、例えば YouTube じゃない、なんか動画されて見るじゃないですか、うん、ああ、え、またやってるやって思っちゃうんですよ。え、またやってんのみたいな。あのもちろんやってますよね。そうだから、なんつうのかな、またやってんのって思っちゃうんですよ。ずっとやってますよ。ね、いや、もういくつもいくつも新しいのがどんどん更新されるじゃないですか、うん、もうまたやってんのって思うんですよ。やってますよ。あれは何なんだろうね。そうだからね、まあ、飽きるんですよね。飽きるっていうか、うん、なんか、まあまあ、だから結果なんかやってることずっと同じだなと思って、うん、だからなんかちょっとずつ、まあちょっとずつっていうか、まあ俺がオナニー不足なのはもうそこですね。うん、人はでも人は違ったりするわけじゃないですか。ああ、でシチュエーションも変われば、顔も声も喘ぎ方も違うわけだ。でもまあ結果同じですよね。いやいや、それをもっと もっとこう詳細を探っていけばいいんじゃないですか。その全体を見るんじゃなくて、あ、ここ今の表情いいよねみたいな。グッドポイントって。一回レクチャー受けたら。何のオナニーの。いや、全然いない。嫌だよ。何だよ、その手ほどきみたいな。タイムス女性クラブじゃないですか、講師として。あ、呼ばれたいですね。サロンみたいな、女性サロンみたいな。いや、もうまあなんちゅうんですかね、やっぱり人妻でもなんかやっぱエロいよね。うん、まあ単純に人のものっていう、うん、この希少性はなんか俺の中でやっぱポイント高いよね。まあ、手に入れないものじゃないですか。だから昔好きだった子とか、はあ、昔付き合ってた子がもうほぼ人妻になるわけですよ、はあ、なんかあーってなりますよね、ちょっと。おーい。どういうこと？分かんない。もう何で分かれたんかなみたいな。あ、まあゲスってことですね、要は。一言で言うと。あ、じゃあ逆にあれですか、その人妻ではなく、はい、罰はどうなんですか。あ、罰は全然いいんじゃないですか。うん、はあ、なるほどね。全然いいんじゃないですか。今前ご飯食べに行きましたよ。お、まあ、すか。どうなったんすか。いや、でもやっぱなんか踏み込めなかった、子供3人いるから。ああ、3人、うん、3人ってまあまあなんかヘビーなんですよね。どうすか。まあ俺は1匹もいないですけど、1匹もいないとこから急に3匹飼うってなるとなかなか大変じゃないですか、ペットだと。3匹はそうで、1匹はいましたけどね、僕昔ね、はい、付き合ってたから。あ、そうなんですか。はい、方は、うん、あ、いやー、なんかね、ちょっと急に3人ガンって来られるとなかなかこの先ないなって。いやー、もう親は喜ぶんじゃないですか、孫ができたって。一気に3匹も、いやー、思わないんじゃない。うーん、お前も大丈夫じゃない、オナニーが止まるって親も喜ぶじゃないですか。バレてた、あいつの。あいつのオナニーが止まるって言ってから赤飯だから。逆赤飯で止まった。いや、もうどうなんだろうね、人妻か、うん、人妻ね、
AV に出てる人妻って書かれてるの、あれ本当の人妻なんですか？いやいやいや、そんなことないっす。そんなことないんですか？もちろんそういう人たちもいますよ。あ、本物もいる。本物もいるけど、ほぼほぼ見分けてはいます。だって普通に言う、まあ有名な女優さんが人妻っていうシチュエーションで出たりとかもあるわけだから、はい、ああそっかそっか。あ、うん、でも必ず皆さん薬指に指輪してますよね、まあ、ね、人妻シリーズって、ね、あれってやっぱ選びます？選ぶ、あのこの人は本物、この人は偽物っていった場合どっち選びます？あ、うん、いやどっちでも、あそうなんだ、どっちでも大丈夫です。どっちでもいいんですね。え、だってオナニーでしょ。かっこいい。そうなんだ、やっぱなんか人妻のこう、そこにリアルは求めないです。あ、そうなんですね。いいね、なんか貫禄とか、今番組で言ったら俺 NHK のプロフェッショナルかなと思って。そこにリアルは求めない。キラー。そこにリアルは求めない。名言ですね。何のプロかも分からんけどね。ただオナニーしてるから生産性ゼロだしな。失うわけだけですか。地球のために何もなってないやつ。いやーでも、うん、何なんだろうね、みんな何がいいんだろうね、うん、いやもう同級生多いっすよ、うん、不倫してんの、うん、おそらくでしょうね、30代40代多いと思いますよ、ね、やっぱ。あとやっぱなんかね、みんな溜まってんだぞ女の方が。ほらなんつーの、女の方が性欲上がってくるって話聞くじゃん。そうっすよね、女性は30代からどんどんガガガガガって上がってきますからね。でおそらくなんかみんなそんなにやってないでしょ。やってない、うん、やってない人の方が多いかもしれない、ね、これって言ったらもう人妻ナンパしたらもう えらいこっちじゃないですか多分ね。あの、うん、100% ガード緩いっすよね。え、下手したらノーガードで突っ込んでいくんじゃないですか。頭から。頭から。ほら、いいっすね、昔が二十歳ぐらいの時にはさ、ノーガードで突っ込んでもめっちゃ避けられるんだよね。はあ、ガード、アマゾンに見えても、はあ、こうめっちゃもうスウェーとかされて、こうめっちゃ避けられるけど、今ノーガードで突っ込んでどんどんあるから。下手したらクリンチしかしないから。いや、マジで、ね、そんな感じある。あと大人の余裕がある。本当に。うん、バッコリ下ネタ言っても、なんか平気な感じっていうか、あれなんかお尻柔らかいねって触ってもでしょっていうこの、その余裕はみんなあると思います。那覇にそういった熟女の方たちが集まるクラブとかあったりするじゃないですか。え、そんなのあるんですか。そうです、そうです、結構年配の方が集まる、ソウルなんとか系の、いや最強とか、まあ、あ、そうです、そうです、そうです、はいはいはい、とかだとやっぱりあれらしいですよ、当たる確率は多いらしいです。あ、マジで。うん、いや、あの最強よく言ってましたよね、お兄さん。え、お兄さん最近よく言ってましたよね。ちょっとちょっと何をおっしゃいますか。いや、もうどんどん出していくよ。ほらほら。あ、ちょっとそろそろ CM 行きましょう。あ、そうだね、CM でね、久しぶりで。
はいはいはい。あ、じゃあちょっと最後に、はいはい、ツイキャスでメッセージいただいてます。はい、ありがとうございます。ジャイアントバカさんから。ジャイアンさんこんばんは。おいおい、ね、以上です。いや振り盛り上がらなかったんかな。最後まで聞いてくれたかな。いいと思うみたいなんだけど。さあ振りね、不倫人妻だったんじゃないですか今日。あ、人妻。まあいやいや、人妻はイコール不倫ですよね。いやちょっとね、でも今後の人生絶対俺あると思うんですよね。うん、年も年だし、うん、なかなか独身美女なんかいないでしょ。もう二十歳の子なんか喋れないしな。いやいやいや、兄さん喋れますじゃないですか。うん、上手ですよ。いやちょい前も大学生に話か ずっと口説こうとして怒られてましたよね。そうですね。そうですね。いっけね、いっけね、忘れてた。何を言ってんだろこいつと思って。危ない危ない。あ、今日なんかね、不倫はダメみたいなモードから、うん、なんか仙人みたいな感じになってきて、だんだんいいこと言おうみたいな。皆さん、恋人しか愛しちゃダメですよみたいな感じなんですけど。あー、もうね、そうだそうだ。そう、伴ってないっすよ。伴ってないね。全く伴ってないわ。さあ、そうだね、あの子元気かな。何でしたっけ、それ。な、あれですよ、先生に怒られたってやつ。あ、はい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 。そうだそうだ。そうだそうだそうだ。そうだそうだそうだ。めっちゃ怒られたんですよね。あれ、そんなこと言ったっけ俺。言ってましたよ。何でも言いますね。社長、どうでしょうか。来週何しますか。来週夢ありますか、夢。うん。あれ、なんでたんまりだろ。夢。このなんていうんですかね、まあ、そういうことなんでしょうね。このなんていうんですか、こう1年もやってたらさ、うん、この教授だって疲れてる時ありますよ、激務で、はいはい、そういう時はちゃんとこう研究員がフォローすべきやけど、うん、いつも安定的にこのまた喋らないからね。あとは俺が休んだ時にどんなに助手が頑張ってるかが分かった。 ありがとうございます。結構頑張ってるよね、やっぱちゃんと喋ってるわ。いやいや、僕もあれですよ、あなたも安定的になんですよ。コロナ禍で分からないけどあれなんですよ、多分波は立ってるんですよ。ああ。なるほどね。あ、いや俺プライベート研究員結構イケメンだから、うん、もうちょっとモテてもいいはずだけど、うん、やっぱあんまりモテない理由をちょっとやっぱ分かってるんですよね。喋りって大切ですね。大切です。大切ですね。ラジオですから。いやでもこれリハビリになってますよ、1年で。かなり、1年前のあれとか言ったらもうめっちゃ喋ってるってなるんですよ。おー、すごい。1年前の研究員で来たらすごいねって絶対言われるよ。1年後の研究員に。よっぽどだな。いや、こんな返しもできなかったんですよ、1年前の。そうですね。はい。さあ。あ、皆さんもう、はい、終わりですよ。はい。まあ、とりあえず不倫は絶対ダメっていうことでね。はい。決まりましたんでね。うん。気をつけましょう。はい。先っぽだけは大丈夫ということなんで。そうっすね。はい、また来週。仮だけで。仮は俺の仮。